ペコラなんでこんな悪い子なんだろうって思う。ペコだからペコラだってさ、ほんとは多分ちっちゃい頃はさ、純粋でね、あのうんぎゃーペコ、うんぎゃーペコの時は多分、あ、ウサギだ、あのうんぎゃーペコ、うんぎゃーペコの時はペコラだってさ、あれだったと思うペコよ。なんかもう純粋無垢で、もう誰からもね愛される可愛い子ウサギちゃんだったはずなのに、なぜかどうしてこうなってしまったペコが、ペコラはどうして道を外れてしまったんだい。あ、パンダシャンシャンランラー、生まれ、ペコラは性善説信じてるペコだから、人間は生まれもってして良い心を持っているとペコラは思ってるペコよ。悪いウサギがいるって聞いてきました。どこのドイツだよな、悪いやつ。ペコラほんと悪者大嫌いペコよ。 2 seconds later. この森燃やしていい？この森マジで行きづらいペコな。前もここ通ったペコだけど、ここ行きづらいんだな。自覚あるんかって、そりゃみんなに口悪い口悪い口悪いって言われたら、自覚したくなくても自覚するしかないペコよな。よいしょ。ペコは別に自分が口悪いと思ってなかったペコだけど、みんなが口悪い口悪いウサギ口悪いウサギって言うペコだから、あ、口悪いんだ。3期生の中でもさ、あのペコラは口が悪いけど優しいからさとかってさ、あ、口は悪いんだって言われるから、ペコね、あ、口悪いんだって。プンプンペコラペコよ、プンプンペコラ、怒ったペコよ、許さないペコよ、うさだペコラって。前違ったな、前もちょっと可愛くできてたはずだったのに、なんかごめんペコ。いいペコよ、ペコらはこれから口をきれいにしていけばいいことだ